皆さんこんにちは。今回は、少し前に出した情報募集動画で紹介した高橋名人のファンサイトについて詳しく調べていきます。高橋名人のファンサイトになぜかグロ画像が貼られていたという噂がありまして、そのサイトは発見されたのですが、情報募集動画の方で少ししか紹介できなかったのでこの動画で改めて詳しく見ていきます。以前に視聴者さんから教えていただいた話なのですが、高橋名人のファンサイトに奇妙なページがあったらしいのです。そのページには、なぜかグロ画像が貼られていたそうで、なぜファンサイトにこのようなページがあったのか謎だったとのことでした。これについて調べてみたところ、過去に同様の目撃証言がツイートされていました。ツイートによれば、高橋名人についてやたら詳しく解説しているサイトになぜかグロ画像のコーナーがあった、とのことです。現在、噂にあったサイトを調べてみても見つからないので情報募集動画で募集したところ発見されました。サイト自体は遥か昔に削除されているのですが、あるサイトのリンク集に掲載されており、そこから発見されました。サイト名は、高橋名人オフィシャルページ、嘘。となっており、高橋名人のページを見ると確かにやたら詳しく書かれているんですよね。本人の身長、体重、さらには足の大きさ腕回りなど、あまり知りたいと思わない情報まで詳細に載っています。このようなファンサイトなのですが、18禁というリンクの先を進んでいくとグロ画像が貼られているページがあります。モザイクをかけてお見せしますが、それでもかなりグロいので閲覧注意です。グロ画像には、奇形、内臓がむき出しの遺体青い白骨遺体、尻から紐のようなものが何本も出ている写真など、あまり見たことがないような奇妙な写真までアップされています。不思議なのは、このサイトはおそらく1998年頃から開設された古いサイトですが、1999年のアーカイブを見ると、18禁のリンクがすでに存在しており、この時代からここまでのグロ画像を入手し、掲載していた可能性があります。今はグロ画像を見つけるのにはそこまで苦労はしないですが、当時の時代を考えると、どうやってここまでの写真を入手したのかという疑問が残ります。次に、サイトに掲載されている画像について調べていきます。さて、ここまでのグロ画像を当時入手できたのでしょうか。写真については大きく分けると奇形、事件に巻き込まれたと思われる遺体、その他に分けられます。その他については、上記の写真になりますがどれも奇妙なものばかりで、一体どこから入手したのかは不明です。画像検索してみると、いくつかはネットで出回っていることが分かりました。主に海外のグロ系の掲示板に投稿されているものですが、そのほとんどが医学系の資料から持ってきたものだと思われます。特に、事件に巻き込まれたと思われる遺体については、様々な傷の症例、として医学書に載っているケースが多いです。いわゆる法医学の資料にそのような写真が載っていることが多く、調べてみると似た構図の写真が掲載されているサイトが見つかります。例えばこのサイト、鈍器や鋭利な器具による傷害の写真を掲載しておりますが、がっつり遺体の写真が載ってます。このように、昔は主に医学系の資料から引用されてきた写真が海外のグロ系の掲示板に掲載され、当時のグロ画像マニアたちの手によって広められていたのではないかと考えられます。2000年頃の2チャンネルに立てられたスレを調べてみると、この時点でグロ画像スレがいくつか立てられていることも確認でき、海外から日本の掲示板にグロ画像が渡っていたことが推測できます。この頃からネットに触れてきた方であれば当時のグロ画像事情もご存知だと思いますが主に海外から広まったのではないかと思います。お尻から紐のようなものがたくさん出ている写真についても医学書からの引用だと思われ、このサイトに掲載されていました。ニューヨークにある大学の学生が作成した学生向けのサイトです。このドメイン下に設置されたワームスというページに掲載されているもので、寄生虫の症例だったみたいです。おそらく、症例の写真として出回っている資料が掲載されていたのではないかと思われます。
このように、掲載されているグロ画像の多くが過去にネットに出回っていた形跡があるものの、この青い白骨化した遺体について出どころは不明です。これだけやけに高画質で、画像検索しても情報が出てこないので、一体どういう経緯で撮影されたのか不明ですね。おそらく他の画像と同じような経緯で広まったのではないかと思うのですが、おそらくこれだけ当時もあまり広まらずに、掲載元だけ消えてしまったパターンではないかと思います。というわけで、現在はギャングが撮影したグロ画像など、医学書以外から広まったグロ画像も多く存在しますが、当時は手軽に撮影してアップできる環境も機材も少なかったことから、医学書などから引用された写真などがネットに出回るケースが多かったのではないかと思います。高橋名人のファンサイトに設置してある掲示板のログを確認したところ、グロ画像を掲載している件について管理人が言及しています。サイトに訪れた人が、高橋名人のファンサイトでこのような画像を掲載するのはどうかと苦言を呈していたのですが、管理人曰く、あなたのような人物の夢を壊すために作ったそうで、高橋名人の HP はダミーで死体の HP がメイン、とのことです。このことから、一種のブラクラサイトのようなものだったのでしょうね。ちなみに、サイト内でやたら詳しく解説されている高橋名人ですが、どうやら書籍から引用したものだったようで、高橋名人物語、いや、名人は君だ、という書籍にこのような情報が掲載されていたようです。ここまで詳しい情報が載っているというのも高橋名人の当時の人気の凄まじさを物語っているのかもしれません。とりあえず、サイトが見つかったのでよかったです。ご協力ありがとうございました。いかがでしたでしょうか？想像以上にヤバそうな画像だったので怖かったです。昔の画像なので今ほど鮮明には映っていないのですが、それがどこか生々しいように思えて不気味なんですよね。このサイトはアーカイブから確認できますが、どれもショッキングな画像ばかりなので見ないことをお勧めします。今回のような、昔の簡素なデザインのサイトはアングラ感があって好きなのですが、他にも昔存在していた不気味なサイトなどがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。余談ですが、当時のグロ画像の出どころについて主にどのようなサイトがあったのかご存知の方がいれば、その件についても教えてほしいです。